決算速報、日ハム。4.6 月期最終は 15% 増益で着地。日本ハムが8月1日午後に決算を発表。24年3月期第1四半期の連結最終利益は前年同期比 15.4% 増の117億円に伸び、4.9 月期計画の130億円に対する進捗率は 90.4% に達し、5年平均の 63.2% も上回った。順位なんてどうでもいいの。いいの、ようやってる。金稼ぐのは補強のために大事や。でも札幌ドームは黒字確定だから。球団どころか日本ハム全体の利益にめちゃくちゃ貢献してるやん。どんだけ札幌市側が日ハムのことなめてたかってことよ。利益率高くね。どんだけ殺度に搾取されてたんや。おお、売り上げじゃなくチームの勝率もアップさせろよ。やっぱり自前のボールパーク所有すると利益の伸びがすごいんやな。建設費をどれぐらいの期間でペイできるのかわからんけど、1年目としては上出来ちゃうの。再開独走でもこんだけ利益が出るなら、そりゃ補強に金なんか使わないわな。これでどれくらい補強できるかやな。補強しなくても噂は引き止めれないか。なんなら試合ない日も結構人が入ってるんやろ。平日で5000人、休日で1万人ぐらい来てるらしい。球場コスパ良すぎて草縦毒やん。金満補強してくれるってこと。残念、補強はワンの支配下での打ち止めや。試合やってない日も普通に観光地になってるぞ。大成功やな。儲かれば順位なんて二の次よ。莫大な建設費考えなかったら空をはうはやろう。去年までが搾取されすぎてただけやろ。今年はオープンで来客多いのもあるし、来年が勝負やな。殺度で続けるよりはマシやろうけど。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントもよろしくお願いいたします。